はい、おはぶいに書いたしゃっくりが今になってまた再発しました。はい、こんな魔法だよ。E は27春、グアス2、3、こん魔法、まるまる、うえ。はい、原沢さんいらっしゃい、こん魔法です。ごめん、しゃっくりが出てる。早急さん、こん魔法。はい、早急さん、こん魔法です。今日は私、裏で、リコちゃんの配信見ながらやってるので、突然変なこと言い出すかもしれないけども、うん。E は27春、グアス2、3、シャップ2。ごめん。さっきまで止まってたんだけど、なんかまた出てきた。うん、失礼。03、横隔膜を伸ばすように伸びするといいぞ。おー、横隔膜を伸ばすようにってどうやるんだろう。グアス2、3、間違えてたしゃっくり。早急さん、リツイートありがとうございました。ああ、いやいやいや。あれさ、結局私がリツイートしてもさ、リコちゃん余裕なくて気づいてなくてさ、あれ、直接リコちゃんにツイートを DM した。はい、マシロン LINE スタンプは私買いました。はい。早急さん、そうだったんですね。そうそう。うん。で、今日ね、私のチャンネル見てると何度も来てるから、わかると思うけど。横隔膜の痙攣だからね。うん。あ、大丈夫か。これ、ニコ生コメント取れてる？ニコ生コメントないだけで OK。そう。で、今朝もさ、いろんな人にさ、みぞおち部分をか。なるほど。さっきまで大丈夫だったんだけど。早急さん、朝から夕方までしゃっくりで続けたことあったな。それ大変だね。お仕事してるときは出なかったんだけどさ。今になって。001綾波月花さん、くしゃみすれば一発で収まるよ。くしゃみか。くしゃみとかしたら大変なことになるよ。ゆめくんが出てきた。ちょっと落ち着いたかな。いけ、大丈夫かな。早急さん、仕事しながらだったから周りに笑われまくった。そうだったんだ。大丈夫かな。というわけでね、今日はこの間整地したところで整地とかしながら、とりあえずのんびり雑談をしようかなと思ってます。ついつい黙っちゃう時間が多いかもしれないけど、裏でハクスキーさん、こん魔法。はい、ハクスキーさん、こん魔法です。リコちゃんがね、半年記念の配信やってます。それを私、聞きながら、そしてもし突待ちの出番が私の方、行くことになったら、急遽配信が終わるかもしれないけど、ご了承ください。しゃっくり止まんない。しゃっくり止まんない。龍馬課長さん、その装置で間違って高いネザライトの件紛失しました。あらららら。こりあえず修復ついてる自前のダイヤ剣をごめんハクスキーさん、待機中に仮面ライダーブラック見てたから黒い人いっぱいでびっくりちょっとこの黒い人を倒すと耐久度を回復できるみたいな感じの装置を、経験値がいっぱい手に入るから。そうそうそうこのサーバーで皆さんが作ってくれたエンダーマントラップです。いつもお世話になってます。いや、本当に。しゃっくり止まらない魔法さんに笑ってごめんよさっきまで大丈夫だったんだよそして進むべき方向へ吹く風を待ち、自分の心に従い正義に向かって飛ぶ。ハクスキーさん、両手持ちができるんですね。最近のマイクラハスゲー。片方持ってるだけだけどね。それを飛翔という本当に止まんないはい、セラフさんいらっしゃい、こんばんはです。犬神一文字さん、犬神という男は死んだ。しゃっくりに名乗る名前ない。名乗って。しゃっくりだけど名乗って。しゃっくりがさ、止まんないよー。マイクラ初見です。こんまほう。はい、いらっしゃい。あ、マイクラ初見だっけ。今の私は。あれ。迷子になった。あれ、もう少し向こうか。あ、この辺か、この辺か、オッケー。今日はね。今日、それこの前の時とか、てか、ミドラの時とか来てくれるっていう。モンスターの声かと思ったら、しゃっくり。早急さん、気にすると余計止まらないから、気にしない方が良いですよ。無理か。なるほど。ソルダート一文字さん、ソルダート一文字だ。いいわ27春、クアスーニさん、ストップ、しゃっくり助かるポイント。いや、一文字さん、スタートポイント設定してないときに殺されると困るんだけど。配信事故やめて。ソルダート一文字さん、誤射しちった。一文字さん、私、スタート地点に立ってないのよ。よいしょ。ソルダート一文字さん、測るために弓打ったらいたわ。いきなり終わりだったら殺されたよ。03、ギルテ、お茶をガブガブ飲もう。うん、あ、すっごい音出た。ごめん。とりあえずね、この辺を整地するのを続けながら、リコちゃんの配信見ようかなと思ってます。ソルダート一文字さん、ずっと整地してるので。ごめん。うん。この辺をさ、もしくはだよ。はい、たまさんいらっしゃい、こんまほです。今日はリコちゃんの記念配信やってるので、それを見ながら、私はのんびり配信してます。和骨、初見です。あ、はい、初見さんいらっしゃいです。できればニックネームつけてもらえると反応しやすいので、もしくは184解除してもらえると嬉しいです。とりあえず今ね、立ってるところの、整地をしていくのと、魔法さんの後ろに何かが私の後ろにいるのは私のこれは描いてもらったイラストだよもしくはね黒いなソルダーと一文字さん、魔法結構整地したよ。ありがとうね、一文字さん。にかが黒い何か、そういうこと？何か私に見えてないものが見えてない、それ。ちょっと待ってね。今さ、私これ整地して、まあ、それっぽく、なんていうのかな。農場っぽいものを作りたいなと思ってやってるんだけど、もしよかったらなんだけどさ、協力してもらった方がいいのかな。ソルダーと一文字さん、ねえねえ魔法。はいはい、なんだい？ソルダーと一文字さん、ここずっと気になってるんだけどさ。はいはい、ちょっと待って、今ゲームに戻るよ。どこどこ？一文字さんどこだ？ソルダーと一文字さん、なんか洞穴があるのよ。あー、どれどれ？よいしょ。ソルダーと一文字さん、人工的な。なんだろうね、これ。私掘った覚えないよ。こんなの掘ってないよ、私は。何かやったの？明らかになんか掘った後だね。いや。ソルダーと一文字さん、怖くて掘れない。絶対何か仕込んでるんじゃないの？違うの？特に何もないよ。とりあえず、何もないよ。立花オレンジさん、あ、マイクラか。マイクラだけど、ソルダーと一文字さん、僕マジで知らない。そうなんだ。この間なかったはずだけどな。立花オレンジさん、ムグ過ごしてるけどどうしようかな。私、リコちゃんの配信見てるだけだから。もしくはさ、一文字さん、一文字さん。暇だったらさ、この辺の敵の、この辺の土地好きに使っていいからさ、こんな感じのさ、サイロ付きの、納屋みたいのをさ、作りたいなと思ってるんだけど、なんか適当に作っててもいいよ。もし整地に飽きちゃったらね。私は私でね、ちょっと物作りたいのあるから、それをやったりしようかな。いや、考えたのよ。こないだほら、みんなでやったらさ、みんなそれぞれ。ソルダーと一文字さん、難しい難題が来たな。信じろうかん。いや、みんなでやったらさ、みんないろいろ作ってたからさ、いや、それだったら私が作りたいものの一部を作ってもらえばいいのかなって。私はちょっともう少し整地したら、メインになる。とりあえず中央に小屋みたいのを建てようかなって思ってるけど。ソルダーと一文字さん、アマホ。はいはい。てか、だいぶ本当に整地してくれたね。どうなってんだ、後ろ。ソルダーと一文字さん、秘密基地の地下探索したらダイヤとかエメラルド掘れた。あ、そうなの？山の下そんなのあったんだ。ちょっと向こう側まで掘ったらどうなるかな。ここら辺まで掘れるんだ、これ。ソルダーと一文字さん、幸運ついてたのもあるけど。すごいな、でも。いや別に私のあそこから出たからって私徴収したりしないから、その辺は本当にもう使いたいようにで OK だよ。とりあえずこの辺にソルダート一文字さん、ダイヤ20個ぐらいエメラルドミコラピスラズリ42個。おー、すごいね、そんなに出たんだ。まさかの、魔法秘密基地、そんなところだった。向こう側どうなってるんだろう、ちょっと飛ぶか。ああ、でも、向こう側こんな感じか。ソルダート一文字さん、風車みたいなのって木で作る？あ、いや、風車みたいな、まあ、そっちはね、正直どうでもよくて、作りたいのは、どっちかっていうと、風車はだって難しいでしょ、マイクラで。作りたいのはこの、ソルダート一文字さん、家の方？そうそうそう、こっちの方。農業用サイロってわかるかな？塔みたいなやつ。サイロ付きの倉庫みたいのが作りたい。無理難題を一回言ってみて。そうすればみんながそれを作ってる間に私は、ソルダート一文字さん、羊毛にするか、コンクリにするか。その辺はお任せするよ。立花オレンジさん、風車派見た目だけなら簡単そうだが知らんけど。なんか円形のものって別に。羊毛にするか。難しいイメージ。ソルダート一文字さん、夜やで。うん、そうだね。とりあえず寝よう。なんか私何付きの走行？走行？ソルダート一文字さん、ドアのコツわかったよ魔法。サイロ付きの倉庫だよ。ドアのコツが分かった。結構長押ししとくといい感じに。早い。ナレーションになってるな。誰かまたあの後下壊したな。直しとかない。ソルダート一文字さん、2回連続で踏むと長く開く。ああ、そうなんだ。なるほど。というわけで03サイロ参考画像別のものでも大丈夫だけど、サイロだけを出すとさ、こういうソルダート一文字さん、後魔法。はいはい。ゆめくんの出番が終わった。ソルダート一文字さん、後ろ見て。後ろ？ちょっと待って。待った。はいはいはい、ゲームに戻った。ん？額縁？自爆ボタンじゃないよ。自爆ボタンはやめなさい。なんだろはちゃん。あ、こういうのか。ソルダート一文字さん、自爆ボタン。自爆ボタンつけない。やるか。自爆ボタンを。ソルダート一文字さん、爆発はしない。笑えるけど。ちっちゃいな、さっきから画像が。サイロってさ、こういうの。よくほら、公園とかにあるかも、自然公園とか、農場に穀物を、置くための、あれなんだけど、倉庫なんだけど。あと一文字さん、マンションしか僕作れなかったわ。マンション作れるのがすごいけど。こういうのをね、もし、暇な人いたら作ってもらえると嬉しい。私は私で自分の建築をするから。ソルダーと一文字さん、オリジンの1話2話あたりで見た。ゼロさん、アカシア集めからだな。アカシアでやるのか。ソルダーと一文字さん、む。その辺をちょっとね。一文字さん、屋根が鬼門か。屋根が難しいかも、確かに。こういう風に課題出してあげると、慣れた人たちは考えるんじゃないかなと思って。ちょっと私考えた。カルミアリサさん、ワコマホー。はい。アリサさん、こんばんは、いらっしゃい。今日はね、私といつも遊んでるクロイロリコちゃんの半年記念配信を見ながら、マイクラやってます。うん。あ、でも、要はね、この辺は、農場をテーマに、ものを作ってほしいんだ。何か作るとしたらね。だからね、こんなもの農場にあるよねっていう風に提案いただければ、それ作ってって言うかもしれない。真相医は御三家を集めてきたよ。お。ゼロさんだが騒ぐ人はやらんだろうな。いろいろ考えたんだよなと。これが真相岩なんだ。あんまり私深いところ行かないからな、いつも。で、これ、壊して取ってもいい。名前が全然わからない。ソルダーと一文字さん、僕が今立ってるのが磨かれたいわ。うん。ソルダーと一文字さん、これがレンガ。うんうん。最初は普通の、なのか。ほうほうほう。ソルダーと一文字さん、あ。なるほど。あ、いいよ、いいよ。ソルダーと一文字さん、チャットで売ってるから時差が。オッケーオッケー、大丈夫大丈夫。ソルダーと一文字さん、拾っているよ。どんなのかちょっと、直接見たかったけど、あ、でも私ダメだ。アイテムいっぱいだ。一回チェストに入れてくる。ソルダーと一文字さん、結構使えると思う。うん、綺麗だよね、それ。私全然知らない詩だったから、何かでちょっと使うかも。あ、嘘、なのかちゃん、みのりちゃんとコラボするのいいな。あ、あれか、みのりちゃんが新人とか集めてたやつだ。ラマくんさん、こんまほ。はい、ラマくんいらっしゃい、こんまほです。今日はね、ゲームとしてはマイクラやってるけども、私今私のお友達のクロイロリコちゃんの、ね、配信を見ながら、マイクラやってます。ソルダーと一文字さん、あとね魔法。はいはいはい。リンクの方概要欄にあるからね、今日だけは浮気を許してあげよう。今日だけはリコちゃんの配信は浮気することを許してあげよう。ソルだあと一文字さん、池の木が完成した。あ、池の木。ほうほうほう。よいしょ。あれなんだろう、今日は押すの失敗する。痛い。お、池の木あれ。置いといてこう。早急さん、配信主がよそ見してるしな。完全に今日はね、今日だけは許してあげる。こっから生えてるんだ。ソルダーと一文字さん、これじゃあ。おーおーおー。もうちょっといい感じにやればマングローブみたいになるのかな。なんかあれだな、いろいろ巻いてあるな。影宮ありささん、マイクラもいいよね。うん、マイクラ面白いよね。ちょっと私、聖地に喜びを見出しちゃったから、ちょっと地味なんだけどさ。ソルダーと一文字さん、それは結婚。結婚、いや、結婚はいらないでしょ。お、なんか、ああ、そっか、ごめん、ありがとう。初めて手に入れると、あれだから、レシピが追加された。ラマくんさん、レッドストーンが結婚に見える。そう。レッドストーンがね、結婚になるよね。一文字さん、ここをガンガン削ってこう。リコちゃんいいこと言うね。ほんとコメントが重要、コメントが。ホラーマップとかで結婚として結構使われてる。うん、そうなんだ。確かにでも、ね、みんな遊んでる時も結婚として確かに巻いてるよね。よいしょ。ついついソルダーと一文字さん、オルガなりきりセットの血も同じ。そうそうそう、そうだね。うん。よいしょ。マイクラでマフティ基地作ってる派、わらわら。いや、マフティ基地を作ってるわけじゃないんだけどな。この辺りを整地して農場を作りたいなっていう。とにかくね、やりたいのはサイロ付きのあれをやりたいのと、木でちょっと小屋みたいのを自分は作りたいなと思ってるので。ソルダーと一文字さん、魔法ガンオンセーフを粛清するの？いやー、粛清できないな。私この辺ちょっと一文字さんに聖地任しちゃっていいかな。ちょっと私は私で今度、木を集めに行ってこよう。ソルダーと一文字さん、A で。ちょっと森林伐採してる。ラマくんさん、エンダーマンおる。うん、エンダーマンいた？なんかこの辺湧くんだよね。この前もいた。影宮ありささん、マイクラもそのうち一緒にやりたいの？ああ、いいねいいね。ソルダーと一文字さん、マンションと置物しか俺は作れねえからよ。フランジさん、自然保護団体の方から来ました。はい、フランジさんいらっしゃい。ちなみにこのサーバーなんですけど、私の今、記念配信やってる黒色リコちゃんが管理してるサーバーになりまして、黒色リコちゃんに、アリサさん、V さんだけど、私のリスナーだって伝えれば多分、DM 返ってくると思うんだよね。私は本当に曲がりさせてもらってるだけなんで、このサーバーに関しては。一ユーザーです。うん、私もリコちゃんの配信見てるから。ソルダーと一文字さん、ちなみに僕はたまにその辺の木の葉っぱをすべて切り取って派手にしてる。おー。あ。もう夜か。早いな。ラマくんさん、農場の横に植林場作ったら楽かも。うん、そうだね。植林場作った方がいいかもしれない。よいしょ。ちょっと一旦私切断するから。朝になったら教えて。教えて。朝になる。03朝。はい、ありがとう。ソルダーと一文字さん、朝。はい、ありがとうございます。基本、私はさ、マイクラだいぶ初心者なので、ちょっといろいろ、手探りでやっていこうかなと。このサーバーね、今、そこでやってくれてる一文字さんとか、みんなマイクラに慣れてる人がいっぱいいるから、実はね、すごい、疎外感を受けてやってたんだけど、最近ちょっとやる気が増してて、自分でいろいろやってみようかなと思って、配信でやることにしました。ソルダーと一文字さん、その辺の石を4つにクラフトすると磨けるよ。ああ、うんうん。石の磨きというかね、あれはそれは、魔法城の方でいっぱいやったからね。魔法城の方で戦力眼を磨きまくってるので。ソルダーと一文字さん、戦力眼とか。そうそうそう。あれ、私のソルダーと一文字さん、真相岩羽。うん。03、アットラウンドット完成したよ。お、できたんだ。すごいな。どんどん充実してくる。こういう感じで、リスナーさんが設備を作ってくれるので、すごくありがたいんだけどね、初心者としては。ありがたすぎちゃってさ、自分でやることがないなって。ソルダーと一文字さん、真相丸石を4つにクラフトすると磨かれて、さらに4つにクラフトするとレンガになって、さらに4つにクラフトするとタイルになる。そうだね、うん。アブ001綾波月花さん、どこ作ってんの？レイダブルレイ。綾波さん、この前のところ。この前の秘密基地のところ。前ほら、いっぱい、整地したでしょ？あそこを、ひたすら。七冠、七釜、ポプラはとちさん、朝霞の同時視聴、こん魔法。はい、こん魔法いらっしゃい。ああ、ポプラちゃんに見つかった。七釜、ポプラはとちさん、まさかの。そう、今日ね、私の方はね、そんなに見なくて大丈夫なんだけど。03、真似て作るのも手だぞ。うん、そうだね。001綾波月花さん、アーレットストーン回録風しまくったやつか。そう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 。そういうことでね、私は今、少し見た目重視の小屋みたいのを作りたくて木材を集めてます。どれだけ使えるかわからないんだけど。この辺にある木ってなんだこれ。ソルダーと一文字さん、魔法とクムサンサ。ボードウィンとクムサンサみたいに言わない。頭皮か。アブ001綾波月花さん、レイダブルレイ新プブプエリア見た？まだ障害物置いてないけど。あ、まだ見てない。それも後で見に行かせて。ソルダーと一文字さん、拠点近くに僕の建築に使えそうなもの入れたチェストークね。ああ、ありがとう。とりあえず今日はね、ちょっと本当にリコちゃんの配信を見てるので、私の動きが鈍いなと思っても許してください。001綾波月花さん、真っ暗とだけ言っとくれ、ダブルレイ。あ、え、あ、そういうエリア、闇エリア。しゃっくり止まったね。まあね、しゃっくり止まった。リコさんがおこだったから気をつけてね。いや、思いっきり聞いてる。聞いてる。あれ、コメントした方がいいのかと思った。バカのやつか、バカのやつか。ごめん。リコちゃんが今、さっき私の暗いところは得意ですよ。あれかと思った。後ろでリコちゃんが自分の配信で私のせいでコラボできないみたいなことを言ってたから、それかと思った。小松さんだ。私の配信だけだとわからないことをいきなり言うかもしれない。こんばんは、まほさん。はい、クロシさんいらっしゃい、こんまほです。今日はマイクラというか、私のお友達の黒色リコちゃんの、配信を、見ながらやってます。今日はリコちゃんがね、半年記念なので、クローシスさん、いつガンオンしますか？ガンオンはね、日曜日にやると思う。今日はやらない。今日はね、私もこの後、突待ちに行くから。破壊を読み終わったなり。破壊を読んでたんだ。今小松さんだね。うん、今小松さんだね。ソルダーと一文字さん、あとモンハンライズがスチームで出るなり。あ、出るの決まったの？ワールドやるんだけど。ワールド買っちゃったよもう、まあ、ゆっくりね。ソルダーと一文字さん、来年になるけどね。あ、来年か。じゃあゆっくりワールドやって待ってる。ソルダーと一文字さん、サンブレイクが出た後かもしれんし、まあ年末にいろいろ出ますからね。そうだね、うん。よいしょ。早急さん、トブスで発表されてましたね。ああ、そうなんだ。TGS ね、今日は中身だからあれか空いてるけど、この間ね、ガンを遊びに来た、玉木さんが働いてるからね。売り子やってるんだよね。一文字さん、サンブレイクに将軍刻みが出るとは。おい、そうなんだ、将軍刻み出る。サンブレイクよりは前でしたよ。刻み苦手なんだけど。ソルダーと一文字さん、前なんだ。よいしょ。グラビが出てくれればいいです。ああ。アブ001綾波月花さん、なんかバルファルクっぽいビリビリ身にまとったやつ出てきた。バルファルク出るんだ。グラビモス、あれはエベーでも倒しやすいから好き。どれぐらい木材入った？あんまり入ってないな。頭皮の苗木がいっぱいあるな。これ苗木どっかに植えてくるか。拠点近くに苗木を植えるか。串企画用のバルサックだって。広告貢献1くらい、クロシスさんが1000プとニコニコ。クロシスさんいつもニコニコ広告ありがとうございます。広告貢献1くらい、クロシスさんが1000プとニコニコ広告しました。ソルダーと一文字さん、あいつはもうライズに出た。おっと。あ、ライズにも出て、なんで私、ツルハシで木叩いちゃったんだ。広告貢献1くらい、クロシスさんが500プとニコニコ広告しました。はい、クロシスさんありがとうございます。まあ、雑談配信だから、前からのことばっかり話しててもあれなんだけどさ。いや、でも本当に、まあ。クロシスさんが300プとニコニコ広告しました。ソルダーと一文字さん、サンブレイクの新モンスターは確かドラキュラモチーフのモンスターだったはず。え、ちなみに私さ、全然まだ TGS の情報を得てないんだけどさ、そのサンブレイクっていうのは、サンブレイクっていうのはハードなんだい？またスイッチか。ライズの続きか。そうか。本当に、いつもは本当に、クロシスさんいつもありがとうございます。本当に少しでも私はすごく嬉しいです。特にこういうマイクラみたいな普段と違うことやってるときに、報告もらえるとすごい嬉しい。ソルダーと一文字さん、だから再来年の1月ぐらいにはスチームで出ると思う。そういうことか。なるほどね。よいしょ。有料努力ですか？まあ、そういうことだよね。アイスボーンがそうだったけどさ。ソルダーと一文字さん、ちなみにサンブレイクのラスボスハマホボレアス。魔法いらないんじゃない？ボレアスなんだ。アイスボーンと同じだと思うから有料じゃない。うん、多分そういうことだよね。あ、帰ってこれた。そしたらあれかな、誰かがそこに作業台を置いてたよね。ソルダーと一文字さん、いや違うぞ。 G を別ゲーにして売り込む汚い商法だな。もともとそういうゲームだから。ソルダーと一文字さん、マコボレアスはネタやで。あ、ミラボレアスが出るわけじゃないのか。私真面目にミラボレアスなのかと思ってたよ。板材。ソルダーと一文字さん、でも出そうな雰囲気軽っぽい。おー。おやん、なんだ今。何かが投げられ。海洋の心って、いや、知らないアイテムが投げてこられたぞ。つもりで。ソルダーと一文字さん、なんか閉じ込められてたんだが。すごいレトロゲームの話してる。うつ。あ、ちょっとチェストも作っとこうか。チェストも作ろう。セガくんなんか新しいアプグ作ってるみたいですね。ソルダーと一文字さん、リビウスでも配信するの魔法。なんでゼビウス配信しないぞ。ゼビウスを配信する予定はないぞ。登録者増えてますね。ああ、うん、ありがとうございます。なんかいつの間にか魔法の可愛いしゃっくりが聞こえない。しゃっくり治っちゃった。お話してたらさ、しゃっくり収まっちゃったよ。よかったよ。いや、でもね、本当に、あれ。ああ、空きがない、どうしよう。ソルダーと一文字さん、綾波さん参戦。綾波さんいらっしゃい。よいしょ。ゼビウスやるならチャロンもついでに配信。バーチャロンの方が私はいいな。バーチャロンは結構やってたプレイヤーだぞ。ああ、夜か。ごめん。モブからのプレイヤーぞ、わら。私もオペレーションムーンゲートを OMG からのプレイヤーです。あれ、よかった。ソルダーと一文字さん、僕は燻製機で寝るぜ。チャロンが今更作られてもね。ソニックを見ながら。あやるさん、私のベッドを取ったな。でも、私はバーチャロンやりたいけどな。ソルダーと一文字さん、綾波さん燻製機で寝て。まだ開いてない。あれ、やばいやばい、窒息する。そのレーザーで9割5分ヘルバイパーに使いぞ、わら。バイパー好きだったけどな。やっぱりこう。あ、そういや、デムジンのプラもあったな。捨てたかな？捨てちゃった？ウェーブだよね。ウェーブのデムジンは最初すごい組みづらかったんだけど。指狙っとるよ。なんかこう、農場をイメージしたものが作りたいので、綾波さんもよかったらそんな感じで適当に動いてもらえると嬉しいです。空飛んでみ？ちょっと待って。撃墜されそう。空から見て。あれ、うまく飛べない。ソルダーと一文字さん、魔法みなでかぼちゃかぶって屈伸する？いや、屈伸は特に、どういうこと？どこを見ればいいんだ？うまく対空できない。綺麗に整地されてるな。ソルダーと一文字さん、地上に文字がある。ほんとちょっと待って。うまく飛べない、そういうことか、これが文字になってるのか。ごめん、うまく飛べなくてごめん。魔法って書いてある。いまだにバーチャロンマズーの747、テイペ、A8 白二次騎士団が。いいね。騎士団仕様いいね。ああ、やばい。連打してたから。ダメだ、そのままに。難しいんだよ、ウェーブのキットは。よし、とりあえず私の方はね、ちょっと適当に。箱の中。いや、罪の話をされると私も辛い。罪の話をされるとさ、私も罪だらけだからさ。ハクスキーさん、魔法の地上時。私だと、ごめん、投げちゃった。私の地上絵だったね。早くガオガイ号作れ。ガオガイ号も作ってないんだよな。はい。はい、小林さんいらっしゃい。こんばんは。こっちの方に作業台置きながらちょっとやろうかな。どうしようかな。私は小屋を作るよ。地上絵なんか壊しづらいじゃん。この辺に、やめて。この辺に作業台を置いて私は小屋を作るよ。頭皮の板材と原木。ダメージ受けてる、ダメージ。何買うのですか？農場チックにしたいから、牛とかいろいろさ、用意したいな。なんでフル装備なのみんな。今何やった？何をやった君は。何をやってるのこれは。ソルダーと一文字さん、熱い。やかんで。ゴミ捨て場。一文字さん燃えてるけど。ちょっと私この辺にちょっと。私はちょっと。ハクスキーさん、丸、こんばんは。よいしょ。そういうわけでね、ソルダーと一文字さん、一文字は一文字と戦いながらカリカリに焼けた。ギギもなんかハサウェイこと好きなのか、やたら、ハサウェイのことに必死になるね。うん。多分ね、そういう感情はあるんだと思うよ。ソルダーと一文字さん、ギギとケネスはハサウェイが好きなんだぞ。それはそうだな。それは間違いないな。うん。というわけで、よいしょ。私は私の作りたいものを作りたいなと思うんだけど。なんかいろいろ私に渡されたもしかして。戦力眼とかくれたのか。ちょっと待って、今私、手いっぱい。ジーペイ、8の背中の翼かっこいいじゃろ？あんなの量のハサウェイのどこが好きなのか理解できんはギギは。ソルダーと一文字さん、ゴミ箱代わりに使われてて草。アメジストのかけらとかいつの間にか持ってるぞ。お、リコちゃん300人いった。めでたいめでたい。ソルダーと一文字さん、おめめめめめめ。そう、ずーっと299人でどうなるのかなと思ったんだけど。03、300達成者箱町さん。うん。よかったよかった。こんまっこ。はい、猫三号さん、こんまっこです。いらっしゃい。この二人派。二股でないか、ハサウェイキャリア忘れてるよ。丸いし。もうミルちゃんだ、なんかすごいことになってるんだけど。農場チックなところを作りたいんだけど。猫三坊さん、マイクラやるって言ってたの忘れててずっとリコさんとこいたわ。ああ、いいのいいの、今日はそれでもいいんだよ。今日だけは許してあげるよとか言って。冗談冗談。猫三坊さん、おっおう。でも私も見てるし、今。今日はね、本当にリコちゃんの、リコちゃんの半年がメインだからさ、ミルちゃん来たね。なんか裏とかの感じで作れそうだな。ソルダーと一文字さん、魔法の後ろで激戦してた。戦うところじゃないんだけど、ここ。私は建築がしたいんだけども。ここに私は小屋を建てる。ソルダーと一文字さん、魔法なんか燃えてる。何であれか向こうで松明がすごいんだけどさ。松明というか、かがりになんかすごい。うん、すごい焚き火がすごいんだけどさ。ソルダーと一文字さん、もくずれてない？合ってる？合ってる。つか、まだね、いいのいいの、それはそこでいいの。猫三坊さん、右上の農家の小屋を目指してるの？いや、これは違う。もし暇だったら、こういうの作ってくれないかなっていうふうに。ソルダーと一文字さん、おけけ。うん、みんなにね、そういうふうに提示してるだけ。あれは。ソルダーと一文字さん、近くに牛がいません。この辺いっぱい牛いたんだけどな。整地する前はいっぱいいた。03、材料集めてる。ありがとう。ソルダーと一文字さん、牛しかいません。いなくなっちゃったんだ。猫三坊さん、ご飯になったのかな。だいぶここもね、自然が荒らされてきたから再開発されてるのでソルダーと一文字さん、羊とかがいない。おー、いないんだ。でもここは一人でやり始めてからもう時間がかかってるからな。27春、クワスーニさん、開発による悲しき犠牲者。うん。そういう感じになってしまったかもしれない。あ、これ違うの。これはずれたな。ソルダーと一文字さん、イカもいるよ。海洋生物はいるのか。富山森さん、中佐昇格試験、3連続失敗でした。はい、富山森さんいらっしゃい。なんでゲーム、そこの、最終的にその辺もちょっと高めるけど、まだ早い。ギギのさ、人は体に現れるて、意味不明やし、顔に出るならわかるけど、トミーブシはわからんは。9個。今ソルダーと一文字さん、魔法の小屋の横にしょぼい小屋建てていい？構わないけど、私のちょっと容積、私もしょぼいからないし。よいしょ。あ、違う、これ土。これは土。よいしょ。よいしょ。こんな感じかな。ソルダーと一文字さん、でかーい、説明不要。エンダーマンが。森さん、魔法さん、そういや、マイクラで熊本城作った人知ってます？熊本城？完全再現みたいな人いるの？ちなみにこのサーバーにも一応いるんだよ。あ、もう夜か。頑張れ、マフティ基地。マフティ基地じゃないんだけどな。作ろうとした。下を向いてるから。M、進むさん、こんばんは。配信お疲れ様です。はい、進むさんいらっしゃい、こんばんはです。完全再現して、NHK で取り上げられた人がいるそうです。すごいな、それは。いいわ、27春、クワフミさん、エンダーマンやらなきゃ、使命感。吹雪青さん、このマイクラってリスナー参加してるんですか？このサーバーは、私のお友達の黒色リコちゃん管理のサーバーで、ソルダーと一文字さん、やった。ちょっとね、私が今このすぐに、参加っていうにはできない。一応、リスナーさんも参加してる。アブ001綾波月花さん、そうだよ。うん。このサーバーにも和風の城を建ててる人いるけどね。吹雪青さん、歩兵。何、あやなみさん。ガンオントプソニの運営に対して反省を促すダンスを、影宮ありささん、今度一緒にやってる時に声かけますん。そうね。ソルダーと一文字さん、ラグでゾンビに百裂拳打たれた。ここここでやかんでもろてお肉焼けるのはわかるんだけどそこは床下になるんだけど鈴木あおさん、最近マイクラやってないな。私は本当マイクラ初心者なのでみんなからするとこいつ何やってんだってことをやってるかもしれないけども、立花オレンジさん、うわなんか増えてらうん私の隣というか私の正面だなあ、失敗したな。1、2、3、4、5、6、7、8。あー、失敗した。03、どこに立てるの？私がここに立て始まっちゃったから、なんかすごいことになっちゃってるんだけどさ。どこに立てよう。そこの燃えてるの壊してもいいから、この辺りで。この辺り適当に使って作ってもらっていいかな。うん。適当に、サイズはお任せします。一個ずつ太らせよう。そのあたり、その川の脇あたりにでも、このあたりの土地を好きに使っていいので、このあたりに建ててもらえると。綾波さんごめんだけどちょっと。それだった。ハサウェイ乙女心に鈍感でないか。猫三坊さん、魔法？なんだいいや、ごめん、今のちょっとリコちゃんの配信でみるちゃんのところで笑ってしまったハイフェザーファンネルって地上で使えたんすね。鋼鉄の7人を読みながら。あ、フェザーファンネルは使えるというか、多分ね、ファンネル系の武装は重力化関係ないと思う。最近さ、ファンネルは地上に使えない派の人が多いけどさ、ダブルゼータの時点でコロニー環境下で、キュベレーママーク2がファンネル使ってるから。フいやだってさ、すごい詳しそうなんだもん。とかね、話を聞けば聞くほどね、アブ001綾波月花さん、なんなら地球でも使ってるぞ。そうそうそう、だからね、ファンネルは使えるはず。理論的にも多分ミノスキーフライトの応用、ミノスキークラフトか。あ、じゃ違う。ミノスキークラフトの応用で飛べるはずなんだよな。ファンネルぐらいの質量だと。そう、まあ、今日はリコちゃんの配信見てるの前提で話すよ。ミルちゃんのお父さんがさ、本当に詳しそうで、かつね、やってることが私に。グアスーニさん、マジスカ14日では飛び続けないといけないから無理だと思ってた。ソルダーと一文字さん、ドラグーンは使えない。そう、ドラグーンは使えないんだよ。だからね、その辺はね、ちょっとね、混同してる節があるんだよね。誰だ告げ越ししたの。いやでも猫さん坊さんじゃなんちゃらさんですね。作られてますな。そうそうそう。うん、いやでもね、そう、ドラグーンの話はね、一旦。早急さん、告げ口されてて草。橘オレンジさん、そろそろマイクラするぜ。橘オレンジさん、何作ってるんだい？私は小屋を作ってる。ゼロさんとかにお願いして、もしお暇だったら、橘オレンジさん、バナナ畑どうや。バナナ畑。BGM 流してるんだね。気がつかなかった。あ、うん、一応 BGM 流してる。小さかったかな。橘オレンジさん、BGM なんてあったの？あ、夜になったか。オンラインじゃない。吹雪青さん、音量最大にしてようやく気がついた。あ、ごめん、すごい小さかったね。理由は27春、クアスーニさん、なんでマホさんの腕はそんなに変幻自在なんですか？変幻自在、夜になって、ちょっとごめんね。ちょっと寝てから解説しよう。モーションセンサーを、ソルダーと一文字さん、結構元から聞こえないぞ。猫さん坊さん、マリオサンシャイン積極派ずっと聞こえとったで、骨が柔らかいから、立花オレンジさん、そりゃ調整中だから。私すごい変な方向を見てたね。全然自分のこっちを見てなかったから、そっち向いちゃってたんだ。ディープモーションっていう、ソルダーと一文字さん、魔法派頭についてるバナナツインってファンネルを食べるからやで。食べないよ。赤外線センサーみたいのがね、あるんだよ。立花オレンジさん、前なんて頭に生えてるバナナ食ってたんだぜ。その辺は物理演算だな。立花オレンジさん、一文字とかぶるの草。ありがとう。私が合ってるぞって書くところだった。立花オレンジさん、考えることはみんな同じだ、反響感。すごい、すごい着実に進んでる。私より早いんだけど。立花オレンジさん、魔法俺のとこ来てみ。ちょっと待って、来てみと言われてもなかなか今ちょっと。自分の建築してるので。一文字さん、わかるよ、まほじくん。立花オレンジさん、いるなら白コンクリートあげるよ。私は今こっちなんだけど。なるほど、システムとセンサーの間で荒ぶると。そう。綾波月花さん、綾波月花の別荘制作中。はぁ、エウロペさん HH で A キャラやこれは。鈴木青さん、魔法さんのそのツインテール派ファンネルだったんですね。ファンネルじゃないんだけど、みんながファンネルっていうの。みんなファンネルって言うんだけど、ファンネルじゃないんだけど。立花オレンジさん、一文字でも連れてくるか。ちょっと待ってね。私もちょっと今。フェネクスのあれと一緒よ。私のファンネルだった？やっぱりファンネルだった。あれ？違う、一個前だ。ソルダーと一文字さん、魔法。ソルダーと一文字さん、石を焼くと滑らかな石になるんだね。あ、そうなんだ。金髪の長いの幅7ファンネルでしょ。バナナファンネルちゃうで。ソルダーと一文字さん、知らなかったぜ。そういえば私も知らなかった。石まではね、よく焼いて作ってるんだけど。立花オレンジさん、違うの？あたい知らなかった。ようこそ。はい、セラフさん、おつまぽでーす。まったねー。理由は27春、グアス2、3、なるほど、非常食活相手に当ててべしょてさせると。ランジさん、オツセラー。いや、非常食じゃないんだけどな。私のファンネルに、あ、いや、私のツインテールにそんな機能はないぞ。囚人モードああ。セラフさんおやす。ゲラザクを作ったぞ。で、こいつ強いんですかね。お、ゲラードザク作ったんだ。ゲラードザク弱くはないけど、やっぱりコスト相応だと思う。ミルさんのオリジナル。ミルちゃんのオリジナルなんだろう。うん。ああ、ラトだ。ラトゥーニだ。吹雪青さん、食べれるし攻撃もできるなんて便利なツインテールなんだ。アグ001綾波月花さん、わずか期待としては優秀。コスト相応ってことはガフラネルくらいは強いんですね。ポジティブ思考。03、スパロボーグ。ガフランエルほどはいかない。確かラトゥーニか。じゃあ、私、金髪ツインテール、私あれか、金髪だからあれか。王女様やるか。ハクスキーさん、個人的にハマホーハールブアロンカーストレイキン。私は金色の機体に乗ると。豪華だね。リーア27春、クアスーニさん、そういえばガンオンのモルモット対仕様のジムって使えるのでしょうか。モルジムはいいぞ。マホブアロン。モルジムはいいと思う。ソルダート一文字さん、マホ式。私。ソルダート一文字さん、マホ付き。立花オレンジさん、金髪ツインバナナファンネル KV スベラナスマホ。何者だよ、私。青枠のれ。極端だな。その言い方ということは、今それは、絶対に、マーズさんだな。立花オレンジさん、何者でもない。オレンジさん、リスナー公認バナナ。リスナー公認でもな、私公認ではないのだが。E27 春、クアスーニさん、ありがとうございます。ドアグレイズの代わりに入れときます。ああ、いいかもしれない。結構こすりだったらいいかも。グレイズも使えるから、その辺悩むところだけどね。あ、はい、ふぶきさん、おスマホです。ありがとね。フランジさん、おつふぶき。どうしようかな。なんで私、ここに。モルコマ君リムシュご完成です。良いですわぞ。おー。いいね。普通に本当にモルコマはいい機体だと思うんだよね。アストレイゴールドフレーム闇魔法。病んだ方がいいのハクスキさん。ま、青枠でいいんですけどね。極端だな。ブルーフレーム、あ、違うな。理由は27春、クアスーニさん、これで一応今度の局地戦のコスト満たす機体集められたけど、後で確認してもらわないと。うん、ちょっと気になってるのがあるんだったら、チェックするよ。ロロ君だ、ロロ君だ。ロロ君だ。ハクスキーさん、黒色だからリコさんか。リストできた？あ、リスト作ってないな。リスト化はしてないんだけども。リスト化した方がいい？ソルダーと一文字さん、マコトレイゴールドフレームマホミナ。マホ多すぎないそれ。ロロ君は漢字のがね、なかなか大変なんだよね、いつもね。違う。方向が違う。いつもロロ君の字が出てこないで、いつもコピーしてる。私はオレンジさん、マホトレイ金髪フレームマニア。金髪フレームではないのだけども。また暗くなってきたからそろそろ寝る準備か。立花オレンジさん、バナナフレーム？バナナフレームではないんだが。中に入るのが面倒になって、一文字さんの外の人間燻製機が便利になってる。猫さん坊さん、ニャー幽霊バイトの招集されちゃったから行ってきます。はい、いってらっしゃい。鳥も使ってみますか、ゲラザク。多分極チンチンでも使えるでしょ。痛い痛い。ハクスキーさん、バナナアームズ？バナナアームズじゃない。立花オレンジさん、焼きバナナ。やかんでもろて。てか、だからバナナじゃないけどね。バナナじゃん。すごいな。フランジさん、おつさんぼう。やはりお任せするのは正解なんだよな。立花オレンジさん、自分から焼かれていったやん。オレンジさん、バナナめっちゃ否定するやん。バナナじゃないもん。ハクスキーさん、猫さのうつです。オレンジさん、バナナに何の恨みが？違うそうじゃない。ソルダーと一文字さん、魔法、小屋見て。はいはい。おー、すごいね。早いね。なんでそんなすぐにできるかな。あれ？あ、いいのか。おー、すごいな。早いね。おー、すごい。みんな物作るの早いよね。ウキウキで人交換したら何これ？立花オレンジさん、わしの屋敷予定地も見てみ。オレンジさんの屋敷予定地ってどこなの？一応、ここは私が今、農場みたいな感じで作るっていう。立花オレンジさん、場所派は風の左。ああ、そっちなのね。いや、ちょっと待って。一応私、この配信中はこの土地から飛び立つつもりはないんだけど。ちょっと待ってな、後で見に行くよ。ソルだあと一文字さん、なに？ハクスキーさん、ナスフレーム天ぷら、も。立花オレンジさん、遠いでしょう。遠いところはあ、間違った。土じゃなかった、今持ってるの。立花オレンジさん、バナナフライトタイプになれないのか。飛んでくとちょっとあれなんだよ。一応今、私は今、ね。立花オレンジさん、ツインバナナ回転で浮遊。私は千代ちゃんか。私は千代ちゃんかな。いいわ27春、クアスーミさん、バナナの皮付き天ぷらって美味しいのでしょうか？食べたことないなそんなんあるの？立花オレンジさん、千代ちゃん。え？ソルダーと一文字さん、魔法バグった。アズマンガ大王とかご存知ないあれ私やっちゃった。アズマンガ。お父さん。アズマンガ大王とか、その辺は、ご存知ない。千代ちゃんで出てくるのってご中佐じゃないんですか？立花オレンジさん、アズマンガは聞いたことしかないんだな。立花オレンジさん、それ以外何も知らない。そうなの。影宮ありささん、千代ちゃんの声はきむともじゃよ。なんだい、一文字さん。いいわ27春、クアスーミさん、マホさんバグって下のゆっくりになるの？え？私？立花オレンジさん、バナナ食ってる。ゆっくりにはなるのに、いや、食べないで。バナナじゃない。立花オレンジさん、魔法の金髪には関節が内蔵されていた。ああ、今ちょっと前に出てるな。冷凍してるんだ。でもさ、真面目な話さ、私何？ハクスキーさん、隔週で。いいわ27春、クアスーミさん、むしろ下顎貫通してるんですかまそれは。立花オレンジさん、バナナ食いたくなってきたやんけ。あやなみさん、ロー作ってるの？立花オレンジさん、サブマニュピレーターだったか。サブマニュピレーターじゃないな。戦術機でもないしな、私な。ハクスキーさん、凍ったバナナでグギミルクと混ぜて飲む。ああ、でもね、私、今言いかけたけど、私は本当にね、真面目に毎日バナナ食べてたりする。徘徊会ってパッチワークのことだったんですね、今さら。うん。徘徊はパッチワークじゃないと思うよ。パッチワークは、徘徊のベース、パッチワークのベースは徘徊だけど、スカルハートでしたね。うん、スカルハートがそう。おとわさんが400プとニコニコ報告しました。今日は体がだるいので挨拶だけ失礼します。はい、おとわさんありがとうございます。気をつけてね。今日とか特に台風とかの低気圧でもしかしたら体調悪いかもしれない。マチュンさん、コンマホ、ミックスジュース1つ。はい、マチュンさんいらっしゃい、コンマホです。はい、誰かミックスジュース出してあげて。あれ、うまくつかない。これ、階段をさ、逆さにつけてきたいんだけど、なんか難しいね。立花オレンジさん、バナナミックス。ハクスキーさん、怪物くんが聞こえる。はーい、かいかい。はーい、かいかい。ソルジャーと一文字さん、バナナと魔法のミックスジュースだよ。ミックスジュースいや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 。立花オレンジさん、ってことで立花ナスペシャル。そんなものが。ゼロさん、感化されやすい魔法。ハクスキーさん、ナスとバナナミックス？あんまり美味しそうじゃないぞ、それ。私でも本当に真面目にバナナ、ナスは食べられないからね。ナスは嫌いなのです。ハクスキーさん、明け湯が。ゼロさん、テクスチャの上半分食べるといいよ。ああ、上半分を食べるといい感じなのか。なるほど、なるほど。どうしたの？バグった。あ、私の腕が。やっぱゲーム中はセンサー裏返しとか。そんなバナナ。マチンさん、ナスが嫌いだと、わら、うまいのに、わら。私はナスが苦手なんだよ。ずっとエリトラで飛んでる。あれー、エリトラバグか。中の人がバグった？エリトラバグは。まあ、旧大点ってとこですかね。ベラザク派。あ、旧大点だよ。マーズさんのお眼鏡にかかるような強い期待ではないけども、昔は割とそれでいろいろやれたんだけど。あれ？私ここ穴開けてたっけ？いや、土台だから穴開いてるわけないんだよな。なるんだよ。ソルダーと一文字さん、飽きた。飽きたって言わないの。ハクスキーさん、バナナの変色防止にレモン、酸性柑橘、オレンジさんと相性が良い。E27 春、クアスーニさん、ナスは嫌いなのです。ナスは嫌いなのです。私のメガネにかなう強い期待を配布しておくれ小池。なかなか配布だと難しいかも。一回寝た方がいいな、これな。とりあえず寝てない人いるかい？あ、そっか、私今チャットモードあれか。前に変えたままか。まあいいや。黒幕は満足だったぞ。黒幕2は強いよね、確かに。ああ、また私は原木を切りに行ってくる。すごいな。あ、すごい。すごいね。順調だ。ソルダーと一文字さん、なあ。何気になんか作ってるね。水門桑住さん、小池、ガチャで出します。天井波220ガチャで。ちょっとあの辺にまた伐採に行こう。ソルダーと一文字さん、魔法の足の下にレゴ置いてある。レゴソルダーと一文字さん、魔法やばい。どうしたの？どうした？何があった？ソルダーと一文字さん、レゴ禁止ワード。そうなんだ。神話27春、桑住さん、こうして自然が破壊されると。そうそうそう。伐採、人間が住むためには木が必要なんだよ。環境破壊派気持ちいいぞい。気持ちよくはないぞ。よいしょ。おお。ああ、島ありがとう。あ、島置いてきちゃったからさ。俺も一回でいいからブイガンの目の前でフライドチキン頬張ってみてえな。それはちょっと危険な嫌がらせでは、まあ。前にさ、あれ、TikTok だっけなぁ。あれ、間違えた。前にアメリカのさケンタッキーフライドチキンの方に鶏が歩いてく動画を前に見てさ、それすっごい面白かった。ソルダーと一文字さん、あれか、わらわら。見たことあるんだ。あれもすごい面白かった。TikTok だっけ、あれは。立花オレンジさん、魔法余った頭皮あげる。ああ、ありがとう、頭皮。頭皮の、もらえると嬉しい。うん。ソルダーと一文字さん、ケンタッキーに鶏が歩いてくやつ。そうそうそう。それで外人さんが、ノーって、言ってるやつ。あれソルダーと一文字さん、ツイッターで見たわ。あれすごいウケた。確かね、友達が TikTok かなんかの URL 送ってきてくれて、それで見たんだよな。悲しいけどこれ、食物連鎖なのよね。ソルダーと一文字さん、食物連鎖の一番上はベターマンやで。そうだね、ベターマンだね。お、羊いるよ。あ、羊は昼だった、これ。はい、オレンジさん。ありがとう。そろそろイベントリがいっぱい。ありがとうね。原木影宮ありささん、ベターマンブスがおがいがーさん。そうそうそう、一文字さんが最近破壊王兵を読み終えたんですね。好きそうだよね。今影宮ありささん、おねくり返ししょぼしょぼしてるしょぼん。大丈夫？ソルダーと一文字さん、魔法。マイクラ配信って眠くなるよね。ソルダーと一文字さん。本人は真剣にやってるんだけど。あ、豚いた？捉えて適当に柵を囲ってその辺にトンシャみたいの作ってくれてもいいよ。立花オレンジさん、豚をぶったら肉になる、激寒。影宮ありささん、名前つけよう。影宮ありささん、カツ丼で。ソルダーと一文字さん、遠いから連れてく。あれだよ、非常食とかさ、そういう感じに名前つけるのは良くないと。いいわ27春、クワスーニさん、豚、助けて。食料としても皮としても優秀な豚さん。ソルダーと一文字さん、豚汁で。豚汁とかもうみんな食べる気満々じゃん。でも確かに立花オレンジさん、非常食豚もんで。影宮ありささん、家銀のさじなのです。8ハクスキーさん、犬にメンチってつけよう。メンチ懐かしいね。27春、クワスーニさん、トンテキでええやん。立花オレンジさん、ペイモン。影宮ありささん、エクセルサーガかな。そう、エクセルサーガだね。懐かしい。月花さん、パンジャンで。ラマくんさん、ハーフブロックにすると敵モブが湧かないらしいですよ。うん。ハーフブロックって、そっかそっか。ハーフブロックにすればいいのかな。ハーフブロックを下側に置くと湧かない。テラザムの盾ってこれ。グフのじゃない？そっかそっか。どうすればいいかな。立花オレンジさん、ハーフブロックでも同じブロックの高さに置いたら湧く。うんうんうん。なるほどね。ハーフブロックにしようか。27春、クアスーニさん、エクセルサーガ。江戸の調理されるところ好きだった。立花オレンジさん、そうハーフブロックを下側に置くと湧かないが上側だとブロック判定。じゃあ上、でもこれ床にするから上側になっちゃうんだよな。さっきちょいちょい溜まってるからわかるだろうけど、実はね。影宮ありささん、ハーフブロックを置いたら正しブロック壊せばいいんやで。立花オレンジさん、それなら松明置くしかない。なるほどね、ちょっと待ってね。影宮ありささん、お肉が硬くならぬうちに。歌いいよね。ラマくんさん、ランタンだとおしゃれ。これいい。ソルダーと一文字さん、後でこれ終わるだよね。床にしてみるのもいいっていうのはいいよね。橘オレンジさん、百戦錬磨のクラフター、自称の私に何でも聞くがいい。ありがとう。もこれグフの装備。グフの装備じゃない？ごめん。ちょっと場所から外れてしまって。よいしょ。リコちゃんも魔法陣持ちになったか。ガンオン応援サポーターさん、応援してます。頑張ってください。はい、サポーターさんいらっしゃい、こんばんはです。今日もマイクラです、ごめんなさい。サポーターさんだ。最近本当にガンオンやってなくてもサポーターさんが来てくれるからすごい嬉しいんだけど。作り方を変えよう。分かっているのか魔法、オード。いや、ガオンもやるけどさ。あ、そうなんだ。あ、でも、コラボやるとすると、私どうしてもこの時間になっちゃうんだよな。みんな寝て。起きてる人寝るから、来て。なんか物音がしたけど。あれみんな寝ておくれ。滝に匠ソルダーと一文字さん、かなどこがガードされた。ああ。影宮ありささん、最悪つっかえ棒して遮音カーテンかけてやる。でも本当、遊べるタイミングで本当に。魔法早く起きて。ありささんとは。ああ、はいはいはい。ああ。どうすればいいの？そのタイミングでいくと大体締め出されるんで。ソルダーと一文字さん、なんかずっと寝てたのよ。うん、そうなんだ。朝にならないなと思ってたんだけど。後ろで動画見てたから。前から動画も見てた。影宮ありささん、ロロクロさんのボイスイケボだの。うん、ロロくんすごいいい声だよね。わあ！ソルダーと一文字さん、さっください。草。影宮ありささん、クリーバーだ逃げろ。伏兵で草。ラマくんさん、最悪やん。もっきり橘オレンジさん、これぞ配信者クラフター。影宮ありささん、遅かった。ソルダーと一文字さん、大日本帝国の恥。なんか確かに、ピンポイントさん、建築の敵現る。一切回避運動を取らない反射神経よ。橘オレンジさん、何言ってるんだ一文字。今どうなった？原木終わりかけの彼女。橘オレンジさん、配信者の鏡だろ。ラムくんさん、記事からやり直し。ハクスキーさん、さすが、持ってる。まさかのね。ソルダーと一文字さん、大日本帝国の恥？配信者の鏡。まさかの、クリーパー芸を自分でやると思わなかったよ。立花オレンジさん、匠を呼び込んで爆破させるという配信のお約束を演出できるんだから恥なわけないだろ。フランジさん、03、さあこれ、ましろさんがいじけるぞ。ハクスキーさん、まさにリフォームの匠。ソルダーと一文字さん、舞台付き死んじゃった。よーしピース途中連いっちゃうぞ。入念に。はい、優位そう。いやー、これ、どうしようかな。でも、思ったよりは壊れてないかな。柱が吹っ飛んだけど。思ったよりは壊れてない。ラムくんさん、よかったよかった。思ったよりは早いと、広いところにいたみたいだ。よかった。立花オレンジさん、私が自爆にしに行って最高の演出をしましょうか。やめなさい。そういうことしたら私立花さんの家で自爆するからね。橘オレンジさん、上空で花火になるのだ。上空でか。いや、それもやめなさい。一文字さん何してるの？これは、弾を塗るか。橘オレンジさん、花火になるのダメ？人間爆弾の恐怖。ランボットさん、ソルダーと一文字さん、豚をドナドナしてる。豚さ、ここに持ってきても困るんだけど。爆破予告とか、爆破合戦とか、殺伐としてるな。外にして。中はもしかしたら地下室にするかもしれないけど。どっかに豚は豚舎でも作ってあげて。橘オレンジさん、近ように自爆する？自爆せんでもろて。駐車しとく。いいわ27春、グアスーニさん、星のくず作戦成就のために。ソロモンよ、私を帰ってきた。どうしようかな。橘オレンジさん、さらばコンペイトを私は去る。私は帰ってきたんじゃないんだ。うまく。ラムくんさん、爆発の匠といえば、ウィザー様、だよね。そうなの。ソルダーと一文字さん、岐阜県にコロニー落とすか。岐阜県なのなぜ岐阜県ウィザー君派爆撃機なんだよな。横に行っちゃうな。立花オレンジさん、大型バナナでいいじゃん。いや、バナナじゃないって影宮ありささん、っていうか、日本派、コロニー落ちたらどこでも全部なくなるよね。確かに、それはそう影宮ありささん、沖ノ鳥島とかは残るかしらどうだろうね、結構、距離はあるとは言っても。海に沈むラマくんさん、ウィザー一体につき村一つ消滅立花オレンジさん、これはファンネルですか。いいえバナナです。ソルダーと一文字さん、ガンダムのコロニーではないそうなんだ、ペンギンさんのコロニーでも落とすか。ソルダーと一文字さん、ヒアリのコロニー落としてバイオテロコロニーって全長 30km もないんでしたっけ。割と小さいような気がしたんだよな。フランジさん、いくつあるんだっけ。立花オレンジさん、現実のコロニーの構造ってガンダムに出てくるやつと構造がかなり同じらしいよ。ソルダーと一文字さん、へえ。ソルダーと一文字さん、コロニーってゴルディオンクラッシャー30個分なんだ。ゴルディオンクラッシャー。立花オレンジさん、今日の弟の発狂具合がやばい、しょぼん。直径 6.5km、全長 30km らしい。弟発狂してるの大丈夫。ソルダーと一文字さん、へえ。おっと、夜か。よいしょ。立花オレンジさん、大丈夫じゃないです、正気じゃないので。産地チェック失敗した立花オレンジさん、これぞフォトナの産物、適当。なんかオーストラリアに落とされたやつ、ファーストでよく見るあれ、一都市くらいあるから割とでけえ、って思ってたんだよな。ソルダーと一文字さん、誰か入り口開けて入り口閉まってる。Eは27春、クアスーニさん、マジかよフォトナ殲滅します。今がソルダーと一文字さん、閉じ込められた。おかしいな。立花オレンジさん、スイッチ勢の副産物。ソルダーと一文字さん、フォトナ派一部の民がクソなだけ。失訪しました。プレステ5やります。プレステ5やったの？立花オレンジさん、しかし、それにより偏見が生まれてしまうのだ。ソルダーと一文字さん、助けてー。影宮ありささん、初盆にしても昨日はお客さんいなくてあんまり魚切らなかったなー。そうなの？魚を切るようなお仕事をしてるの？ソルダーと一文字さん、まあスイッチ制覇一部がいい人だけなんだよね。理由は27春、クアスーニさん、そのクソが上層部と研究員に固まってるんだよな。ソルダーと一文字さん、スイッチ勢派ほとんどがクソやからね。影宮ありささん、スーパーの水産売り場でお魚おろしてます。あ、そうなんだ。ぜひヒラメをさばいてもらって。間違った。ソルダーと一文字さん、ちょ。ソルダーと一文字さん、誰か秘密基地の入り口開けてー。3ヶ月の自粛期間をどうした？よみがえった。酒好きに属するものならこの意味がわかるだろう。影宮ありささん、5枚おろしにして薄切りにしますよ。やったぜ。みんなハッピーアワーの元へ集え。きました？影宮ありささん、でもお姉さんはおろしません。ダメ？ソルダーと一文字さん、挟まって出れない。この間リコソルダーと一文字さん、助かった。綾波さんが開けてくれた。ロリのエルフ1枚をなしゃす、性癖解凍。解放せんでもろて。それは解放せんでもらってね。よいしょ。ソルダーと一文字さん、やべ。ソルダーと一文字さん、また引っかかった。ノーマルエルフ派送信でダークエルフ派ムチムチっていう風潮あると思います。理由は27春、クラス2さん、トランジスタグラマーで。影宮ありささん、どこの馬の骨の女と喋ってるの？やってないやってない、そんなこと言ってないよ私。風評被害風評被害。風評被害だよ。そんなこと言ってないよ。馬娘だって。馬娘じゃない。影宮ありささん、アグネスデジタルかな。ハクスキーさん、階段って裏返しに置くと敵湧くんですか？どうなんだろう、わかんない。全然さ、私本当に初心者だからさ、ダイワスカーレットのオッピーへ規約抵触。影宮ありささん、高さがマサブロックの高さだから湧くんじゃないかな。ソルダーと一文字さん、裏返しだと湧く。裏返しだと湧くんだ。クワスーニさん、うまちょいしたのか。私以外の女と。こんな感じかな。バランスいいよね。おさんそこに隔離されてる。なんか置かれてるし。確定チケでライスシャワーを取りに行きました。超今流行ってない模様。ライスシャワーを昔普通に出たな。3ブロック置けば湧かないというわけですね。奥が深い。ね。本当に奥が深いんだよ。ソルダーと一文字さん、魔法やい。はいはい。あ、ブロックじゃなかった。ソルダーと一文字さん、襲撃行くけど来る？あ、いや、私はここで作ってるよ。みんな守ってもらって。びっくりした。行くぞ。うん、襲撃で、みんなに守ってもらって。ソルダーと一文字さん、おけけ。私は、うん。ラマくんさん、トーテム欲しくないの？とりあえずは大丈夫かな。というか、あまりよく分かってない。ああ、割引されるのか。ちょっと行くか。じゃあ私も行こうか、じゃあ。拠点の方に行けばいいの？拠点の方に行けばいいの？どこに行けばいい？そしたら私も行こう。といっても私武器とかないんだけどね。剣しかないぞ。ラマくんさん、クリーパーの爆発を食らっても耐えます。うんうん。ハイダフト軍って正規軍じゃないってま。私防具とかないぞ。言っておくけど。魔法に教えてあげてオレンジさん。私は分かってないのでついてくよとりあえず。ああ、ごめんよ。お借りします。お、なんか今あれ装備してるからダメなのか。ラマくんさん、至近距離砲の範囲攻撃派遣で。お台場の装備ですね。よいしょ。私お腹減ってるから少し動きが遅い。ごめん、ちょっと待ってね。どこ今。あそこか。ごめん、ちょっと動きが遅かった。キャラコン弱いのよ。ごめんね。はいはい。ごめん、追いついた。大丈夫、飛び立つので。ラマくんさん、襲撃って何ターンあったっけ？何ターンあるんだろう。とかそういう。上よみんな。ごめんって。シュルダーと一文字さん、魔法階段作られてる。ごめんよ。本当にごめんよ。何やってんだー。よいしょ。よいしょ。ラマくんさん、盾も一応あった方がいいと思います。まあとりあえず私何も持ってないので、本当にみんな迷った。私今拠点と逆のルート、拠点の方行くんだよね。そして私迷子になったよ。初期リスポーンポイントあ、いた。ラマくんさん、スケさんパーティー。完全に一文字さんばかり。あ、そういえばプレステ5買いました。コントローラーだけ。おお、コントローラーだけ。本体は？影宮リサさん、本体入らない。本体いらないんだ。影宮リサさん、やるとしたらバトオペにくらいだし。バトオペ2はね、私も PS4 で少しだけやってたけど。ゼロさん、朝になったら教えて。今あれかも。ソルダーと一文字さん、魔法ついてきて。今スケルトンエイム力高い。そう。味の素不足だからね。世界的に味の素不足で新型機が作れない。ゼロさん、それ終わった後でいいよ。はーい。今一文字さんを追っかけておっちゃむさんのあれが見えるから一文字さんが足りないんじゃ。半導体が足りないのに、ごめん、コメント欄見て見失った。そっちに行くね。味の素のね、あれがカルミア・リサさん、でもあれだよね、経費安くするために各国にパーツ工場作ったせいでコロナでやばいことになってるよね。そうなんだよね。そう、でも味の素の作ってるね、素材が足りない。襲撃クラスに影宮リサさん、車もそう。本当にね、あらゆる材料が足りない。例えば今ね、ウォシュレットトイレなんかも入荷が遅れてる。早急さん、半導体を使うものは多かれ少なかれ影響を受けてますね。アブ001綾波月花さん、回線落ちた。03、自動車会社ハライン止めて、出向という名の人員削減してますよ。そうなっちゃってるよね。クリパゴンか。ラマくんさん、おつまほです。襲撃で頑張ってね。はい、ラマくんおつまほです。これ、あれか。フランジさん、おつらまー。で、ゼロさん、夜が明けそう。ハクスキーさん、私も意識が限界。はい、つきさんおつまほです。いや、寒い。そこに入って凍えないでもろて。粉雪だっけ。ダモン。ソルダーと一文字さん、綾波さん。綾波さんが戻ってこれてない。フランジさん、お続き。ゼロさん、ありがとです。やばいやばい。フランジさん、お続き。痛い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 。ごめん、私はここまでだったようだ。ということでみんな頑張って。アブ001綾波月花さん、ただいま。おかえり。あ、そっか。あ、そっか。私あれだ。03、シントさんがジャック配信してるダブルナオ限定配信。あ、限定なんだ、あれ。そう、今日シントさん配信なんだよ。ソルダーと一文字さん、初期1の企画。うん。多分わかると思うんだけど。この辺りだよね。オッケーオッケー。これだ。あ、これあれか。砂利か。03、アーカイブもツイッターも残さず消すってさ、笑う。そうなんだ。徹底するね。どこが読む？あれ、この辺だっけ？エリトラちょっと、やった。私のパタ。やっちゃった。普通に落下した。ごめん。あ、いいよいいよ。行っちゃってて。私もう花火もない。さっきのところまでたどり着けるかな。つけるかな。5個しかないけど花火。いけるかな。ちょっと待って。一回飛行場行けばいいのか。もう。やらかしてしまったよ。しかも。飛行場にたどり着けない。ハードランニング。たどり着けるかな。ダメだな、私。ロードが間に合ってないから一回切断しないとダメだ。この小屋の横にあるのなんですかね、レンガ。レンガはないと思うけど。迷子になったので結局襲撃は行けず、さっきの全焼基地がここで、どの辺だ？27春、クワスーニさん、何やってんだ魔法。覚醒シーン。本当にね、やらかしちゃった。ダメだ。逃げ切れないか。私迷子だから大丈夫よ。気にしないで。死にかけてるし。食べ物。結局私は迷子になりましたね。完全に迷子なので、私は軸で帰ろう。私のミスだけどね。私、このサーバーのこっちの方来たことないや。よいしょ。これは誰かが何かやってるあれだな。オレンジさんかな。オレンジさんが多分何かやってる土地なのかな。随分設置してるけど違うな。多分洋風建物ということはハニカムさんか。ハニカムさんが何かやってる土地かな。ドムゾンビかー。逃げる。私は死ぬので逃げる。これオレンジさんの家ですね。よいしょ。アブ001綾波月花さん、なんか食べよ。うん、なんか食料用意しに行く。私はお家に帰る。アブ001綾波月花さん、とりあえずリスキハせめて固定しよう。そうだね。私ね、自分家をリスポーンポイントにしてたからさ。本当に申し訳ない、今回は。よいしょ。何かあったと思ったんだけどな。アブ001綾波月花さん、知ってた？そろそろあれかな。私向こう行った方がいい感じかな。そろそろっぽいね。そしたら、ちょっと襲撃中途半端になっちゃいましたけど、すごい。最後にちょっとこれを見ていこう。はい、というわけでね、ごめん。そろそろ私、向こう、リコちゃんの凸町の方に行かなくちゃならないので、綾波さんごめんね。ありがとう。そしたら、私そろそろ、向こう凸町の方行きますので、今日の私の配信の方は終わろうと思います。で、綾波さん、お借りしたこれ、鎧の方は、ネザライト、あれなんで、池の脇にチェストがあるんだけど、ここに入れとくからさ。かゆみやりささん、おつまこでした。はい、というわけで、これ以降は、嘘、いいの？じゃあ、ちょっと、じゃあ、もらっちゃうよ。お借りしたと思って、嘘、もらっちゃうよ。じゃあ、ありがたく使わせていただきます。はい、というわけで、じゃあ私、これから、リコちゃんの竜町の方に行きます。ちょっとグダグダの配信でしたけど、見てくれてありがとうございました。それじゃあね、明日は FF14 やるかな。それでは皆さん。27春、グアス2さん、おつまほ。はい、おつまほです。おやすみなさい。おつまほ。またねー。進むさん、お疲れ。